キリコちゃん、今回の指令は？ん？盛んなスポーツか。テニスとかバレーとか。早速調査開始。のんびりほっこり三好めぐりたい。早速商店街の人に聞いてみることに。三好で盛んなスポーツって何ですか？あれよね、よく応援行くやつ。うん、行く行く、楽しいよね。あれね、三好からプロ選手もたくさん出とるよ。なんだろう、皆さん分かりました？キリコちゃん、キリコちゃん、どこ行くの？キリコちゃんが向かった先は、キリコちゃん、やっと追いついたって、キャッチボールしてるの？あ、盛んなスポーツって野球のことだ。三好市は言わずと知れた野球の町。たくさんのプロ野球選手を輩出しています。三好出身のプロ野球選手って何人ぐらいいるんですか？そうですね、今ですと広島東洋カープのそよぎ選手、長川選手、阪神タイガースでは福原選手、そして引退されましたけれど元巨人の新岡選手などたくさんいらっしゃいます。本当にたくさん、すごいですね。そうですね。でもなぜこのようにプロ野球選手を輩出するほど三好では野球が盛んなんですか？そうですね、小さい頃から、野球が身近にあったことと、あとカープという、憧れのチームが、身近にあること、あとは何といってもですね、指導者の熱が熱い、これが理由でしょうね。なるほど、いい指導者がいるから、そういういい選手が育つんですね。そうですね、それにね、今年もプロ野球選手と触れ合える機会があるんですよ。今年もあるんですか？今年は12月7日にこちらの金彩スタジアムで開催するんですけれども、三好ベースボールフェスティバルがあります。午前中はこちらの三好金彩スタジアムで少年野球教室、午後からは新岡選手の三好の引退セレモニー、会場を移してトークショーがあります。もう豪華なイベントになりますね。そうですね、ぜひお越しいただければと思います。三好で盛んなスポーツとはプロ選手も輩出するほど力を入れている野球でした。ミッション完了。三好イベントナビ。奥田元宋さゆめ美術館では来年1月12日まで特別展幕末明治の浮世絵を開催中です。詳しくは奥田元宋さゆめ美術館まで。次回はダチョウ料理を巡り